皆さんおはようございます。2023年1月15日聖日礼拝を始めさせていただきます。まず聖詩をお読みします。本日の聖詩、詩編50編の1から2節になります。神の神、主は語り、地を呼び集められる。日の昇るところから沈むところまで、麗しさの極み、シオンから神は光を放たれる。今週1週間も神様、あなたによって無事に守られ、私たち愛する兄弟姉妹がここであなたを礼拝するこのひとときを持てますことを心から感謝します。1週間を振り返ると、私たち一人一人本当にあなたから離れてしまったことや罪を犯してきました。でも神様、あなたの愛のゆえにその一人子をこの世に送ってくださり、イエス様が十字架の上で流された血潮によって私たちが清められていることを覚え、心より感謝します。この感謝を持って、主イエスの十字架の地でをご一緒に賛美したいと思います。ご起立いただける方はどうぞご起立ください。主イエスの十字架の地で、主イエスの十字架の地で、私は許され、御神と
はお座りください。本当に神様、私たちを包んでくださり、主よ、あなたが私たちといつも共にいてくださることを心より感謝します。あなたにすべてを委ねるとき、あなたは私たちの心を聖霊で満たしてくださいます。私たちは本当に一人一人、神様が建てられた教会であり、イエス様がされたように、私たちがこの身をもって神様の愛を示すことができますように、私たちがあなたに聞き従って歩むものとなれますようにお導きください。どうぞこの願いを持って引き続き賛美歌365番、我が主イエスよを賛美したいと思います。引き続き主の祈りをお捧げいたしましょう。ご起立いただける方はどうぞご起立ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ。御心の天になるごとく御心をなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではお座りください。引き続き、本日の聖書箇所を朗読させていただきます。本日の聖書箇所、テトスへの手紙
1章の15から 5から9節になります。テトスへの手紙1章5から9節をお読みいたします。私があなたをクレタに残したのは、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでした。長老は避難されるところがなく、一人の妻の夫であり、子供たちも信者で、放浪を責められたり反抗的であったりしないことが条件です。監督は神の家を管理する者として、避難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不正な利を求めず、むしろ人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。健全な教えをもって励ましたり、反抗する人たちを戒めたりすることができるようになるためです。以上です。それでは一言、司会者が祈祷させていただきます。愛する天のお父様、すぐる一週間もあなたにより守られ、私たちがこの場であなたを礼拝し賛美し、あなたを褒めたたえるこのひとときを持てますこと、心より感謝いたします。私たちが日々命が与えられているのも、あなたの本当に愛の上です。私たちが生かされていること、この意味を心より深く考え、そしてあなたの意向を求めつつ、私たち一人一人がこれからも日々歩むことができますように、どうぞ一人一人を整えてください。この世では人々が対抗したり、いがみ合ったり、戦争が起こっていたり、人間はこの世の欲やプライドや自己中心的な考えの塊です。心より私たちの罪をあなたの前に悔い改めます。どうか私たちはクリスチャンとして日々あなたの十字架を追い、人間的なこの世の考えや欲に流されることなく、常にあなたの御言葉を、御心を求め、それに聞き従うことができますように、私たち一人一人が日々聖霊で満たされ、あなたのご栄光のために生きるものとさせてください。そしてそれを好みを持って示すことができますように、そのために必要な糧となる御言葉を京塚先生を通じて一人一人に語りかけてください。どうぞあなたの御言葉を取り継ぐ大塚先生を大いに用い、大胆に御言葉が語ることができますようにお用いください。祝してください。また事情があって言葉に集えなかったものもおります。苦しみの中にいるもの、痛みの中にいるもの、病の中にいるものもございます。どうぞそのお一人お一人を覚え、お一人お一人の上にあなたの憐れみの御手を置いて、どうぞ必要な御言葉を与え励ましてください。力つけてください。この聖霊を、この場を聖霊で満たしてください。この礼拝の最初から最後まであなたが導いてください。
この場に集われたお一人お一人を祝してください。すべてを感謝し、尊きイエス様の御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは引き続き大塚先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージのタイトルは、リーダーは生き方で決まるです。それでは大塚先生、よろしくお願いいたします。清水兄弟が無事にお戻りになって本当にほっといたしました。今日本でコロナがものすごい猛威を振るってますのでね、心配しておりましたけれども、本当にお顔を見て安心しました。なんだかわかりますか？そうですね、ドラゴンフルーツなんです。うち の庭に初めてなりました。はい、ですね、これいただいた時本当にちょこっとだけのこれぐらいのなんかサボテンみたいなプラントでした。それがですね、5年経ってどんどん伸びてってこれがなりました。はい、私たち実を結ぶってのはとっても難しいことですね。このテトスへの手紙の3章の最後にですね、これ今日はジョン・ミヤベ先生の聖書を使わせてもらってますけれども、努めて良い技を励み、実を結ばぬものとならないように心がけるべきであるっていうふうに書いてありますね。本当に大きな実をそれぞれが結んでいけたらと思います。それでは一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日こうして寒い中、お一人お一人をここに呼んでくださり、こうして共に神の御前に静まる時を持たせてくださって本当にありがとうございます。2023年の歩みが始まりました。私たちにはこの1年にいつ何がどのようにして起こるのかは分かりません。そこに神様のご計画があり、神の御業が表せるのだと信頼して新たに歩み出しました。私たちこのベニス教会、これからいろいろ決めていきますけれども、本当にしっかりした組織づくりをしていけますように、あなたが知恵を与えてください。そして私たち一人一人が良い技に励むことができますように、心と体をどうぞ強めてください。あなたの良き証人として、この地域社会に有益な一人一人でありますように、あなたの聖霊の力を注いでください。今病床にある兄弟姉妹を覚えます。暗闇にある方々を覚えます。どうぞあなたの御手で病を癒し、そして御言葉によって立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。今日のこれからのすべてをあなたにお委ねいたします。どうぞここに聖霊の力を注いでください。一人一人があなたによって力を受けていけますようにお願いします。語るものを清め、そして、あなたの語りたいことを語れますようにどうぞ導いてください。この祈りを尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。テトスへの手紙は本当に短い3章だけなので、皆さんも読みやすいと思いますね。とてもとてもいいことが書いてあります。このテトスという人はパウロによって、パウロの伝道によって、クリスチャンになった方です。ですから、パウロが信仰の父ですね。テトスはパウロの信仰の息子ですね。テトスはとても有能な人でした。善良な人でもありますね。こういう方ですから、パウロはテトスのことをですね、信頼してこのクレテの教会を立て直すように委ねたわけなんですね。このクレテっていうのは皆さんご存知ですか？地中海
の島なんですね。長さ250キロ、幅11から56キロあります。山が多くて、谷は肥沃な土地であります。人口が多いところです。で、ここはですね、島がいっぱい、島がっていうんじゃなくて、町がいっぱいあります。ですから、100の町の島と書いて呼ばれています。100の町の島。百鳥島っていうんでしょうかね、それだけ町が多いわけなんです。そういったところにですね、テトスはパウロと行って、そしてパウロは先に帰らなければならなかった。ですからテトスが残ってですね、そこを立て直していくわけなんですね。このテトスへの手紙、これはおそらくクレテ教会のクリスチャンすべてに宛てて書かれた手紙だと思います。テトスは本当に偉大な人物であり、この伝承ではテトスがクレテの監督となって高齢に達して平安に世を去ったと伝えられています。このテトスが任された、委ねられたこのクレテの人たちは、ここでどのように書いてありますか。ちょっと読みますと分かりますね。少し先の方を読みますとですね、クレテ人は嘘つき、そして、食いしん坊、そして怠け者ってこういうふうにありますね。大変な民族性なんですね。ですからこういう方々の集まっている教会を立て直すっていうのはものすごく苦労したと思います。これは民族性でもありますね。私たち日本人の民族性、長所も短所もありますね。韓国の方々もそうですよね。やっぱり民族性ってものがあります。ですからクレテ人だけではないんですね。私たちもやはり先祖から受け継いだこう長所短所、長所を伸ばして、そして、悪いところに気づいたらそれを神の前に出して、そして清めていただかないといけませんね。そうですね、そんなことなんですが、ここで、テトスがこのクレテの教会に、どうやって立て直すか、それをですね、今日は見ていきたいと思うんですけれども、健康な教会っていうことでもありますね。この今日のタイトル、リーダーは生き方で決まるっていうのは、このテトスの手紙に良い技に励むっていう、良い技っていうことがですね、この短い3章の中に7回出てきます。ですからこのリーダーとして生きるその生き方っていうのは、良い技に励む生き方でもありますね。良い技、そのこともここに、テトスの手紙に書いてありますから、そういったところもじっくり読まれてほしいと思いますけれども、このローマでのパウロの裁判が終わって、パウロは再び宣教に行ったわけなんですね。そしてテトスと共にクレテの教会を訪ねたわけなんです。そして事情があってパウロは先に帰ることになりました。そして問題の多いこのクレテの教会をテトスに委ねました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊と言われる民族性があったと、このように書かれていますね。嘘つきっていうのは、ここはゼウスの生誕の地でありました。でもそこにはゼウスの墓はなかったわけなんですけれども、このクレテの島にゼウスの墓があると
何の根拠もないこの嘘をですね、言っていたわけなんですね。ですからクレテ人は嘘つきっていうふうに、言われたわけなんです。まあ、この間テレビを見ておりましたら、青森県にイエス様のお墓があるということをやってましたね。で、標識にイエスのお墓ってちゃんと矢印がこうねなってるんですね。だからまあ不思議なことですけれども、まあ、クレテ人とは違うと思うんですけれども、ここに墓があるという、ね、そういったことを、クレテ人の方々はそこにあってほしかったんでしょうね。生誕地ではありましたから。でもその根拠のないことをですね言っていたわけなんです。ですからクレテ人は嘘つきというふうにこのように言われたわけなんですね。まあ、本当に私たちね、いろんな短所がありますから、そのことに気づいたならですね、そのことをですね神様に癒していただいて、本当にそこを清めていただかないといけないわけなんです。ですから、テトスは難しい民族性の中での伝道牧会を余儀なくされました。私たちも日本に行っておられるあちこちの国の宣教師のことを考えたら分かりますね。どんなにか大変だと思いますね。そうですね、他の新しいものにこう、特に宗教にはこう目を向けないと思いますので、そこでの宣教伝道っていうのはとっても大変だと思いますね。そこでやはり各国から来られた宣教師の方々も良い技に励んで、そして、社会に有益なものとなって証をしていくわけなんですね。それは私たちにも言われていることですね。この残務整理っていうのはオフィスワークのことではなかったわけなんですね。とっても難しい教会の再建、秩序の立て直しっていうことでした。そのために、まず最初にやらなければいけなかったのは、町ごとに長老たちを任命するという仕事でした。町ごとに任命するんです。100もの町があるんですよ。ですからものすごく大変だったと思いますね。残念なことにクレテ教会には反抗する者、そして空論に走る者、どうでもいい議論をするわけですね。そして人を惑わす者がいました。彼らは教会で決めたことを破るような人であったわけです。役にも立たないようなことを延々と議論する人たちでした。それぞれの教会いろいろありますね。本当に私たちの教会はどうでしょうか。そう言ってこうやっていくとですね、教会は分裂します。聖霊の一致がなくなってしまうわけなんですね。分裂した教会、大変なんですよ。その分裂にしてしまった牧師っていうのは、その後ずっとそれがその人のやったこととして、ですね、やはり人の心に残っていきますから、大変な牧師としての働きになりますね。その教会に対して、そうですね、私はいろんな方々にこう教会に来てもらいました。で、私たちはその人のバックグラウンドっていうのはどうやって調べるか分かりませんでしたけれども、教団にこの方を説教に呼んでもよろしいでしょうかってこう一応、お伺いを立てますね。そして教団ではですね、その方のバックグラウンドを調べます。そしてもしその方が分裂した教会に昔属してたっていうことになるとですね、ダメなんです。またこの教会に来てここを分裂させたら困るというふうに見られるわけですね。ですからそういったことがとてもその後々まで
続きますから、本当にしっかりと分裂させないようにやっていかなければいけないわけなんですね。まあ、私は以前ですね、何よりもリーダーにとって大切なのは何て言いましたか、誠実さですね。インテグリティ、インテグラですかね、ラテン語でインテグレ、完全にするっていうこの言葉から派生している、そのインテグリティ、誠実さが一番最初に来ます。表裏のない方です。行いと言ってることが一致している方ですね。その誠実さを言いました。そして違う時にこう言いましたね。エトス、パトス、ロゴス。エトスってのは倫理、モラルのことを言いますね。これが欠けてると人に対しての信頼性を失いますから、言葉がいくら言っても通じません。いくらいいことを言っても分かってもらえませんね。言葉が空回りしてしまいます。そして、人の心に言葉が届かなくなるわけですね。ですから自らの言葉に気をつけていかなければならないという風なんですけども、パトス、パトスはパッション、情熱のある人ですね。情熱を持って語る、情熱を持って行う。情熱がないとリーダーにはなれません。そしてロゴス、ロゴスはこれは言葉、そして学び続ける人っていう風にもあります。人を導く上で学び続けるっていうことがとてもとても大切になりますね。神の言葉を伝えていく、その上で自分もやはりですね、常に学んでいかないといけません。まあ、この本文でのリーダーの条件は良い技に励む人ですけれども、まあテトスはここで何をしたでしょうか。それは長老を任命すること、そしてその長老たちを整えていくこと。最初から完璧な長老はいないわけですから、教えていかなきゃいけないですね。そういったこと。そして3番目に来るものは、みんながもう生徒たち全員がですね、賜物を生かして良い技に励んでいく、そういった風にやっていったわけなんです。これがテトスがやっていったことですね。まあ、長老たちがその町にいることによって、その町はですね、整えられていきます。乱れが正されていきます。そういった長老を選ばなきゃいけませんね。そういうわけなんですね。乱れが正されていきます。そして非難されることがないっていう条件を書いています。家庭において非難されることがないという意味で6節7節を言っています。家庭においてです。まあ、子供が不貧困であったりですね、反抗的な子であったりしないこと、そして、その子たちもクリスチャンであることが条件なんです。そしてパウロは長老を監督と言い換えていますね。長老は霊的権威がある人のことを言います。そして監督は文字通り教会の監督をするっていう意味合いがあります。監督は第一にわがままでないこと。わがままって、どういう人でしょうね。まあ、わがままな、そうですね、私もわがままでした。本当にわがままでした。親を困らせたと思います。そしてやはり一人っ子はわがままですね。うちは最初一人っ子でした。一人っ子でいいと思ってました。そしたら
田舎に連れて行きますとですね、この子は一人っ子だからわがままだねってこう言われるんですね。あ、これは二人目を作らなきゃいけないと思って二人目を作ったわけなんですけれども、一人っ子だとどうしてもですね、甘やかしてわがままになってしまいますね。まあここでは自分を喜ばす人ではないことを言います。自分を喜ばす人ではないこと、それがここで言われています。第2に、短気ではない人、喧嘩好きではない人が条件です。初代教会の頃はですね、喧嘩が頻繁に起こっていたと考えられています。そして人をよくもてなす監督は、人をもてなすことができる人でなければなりません。ですから内気な人ではちょっと無理かもしれませんね。次は、善を愛し、善を愛すってことは良き人、良きものを周りに置こうとする人なんです。そして慎み深く、慎み深いっていうことはですね、思考が明晰であるということなんですね。自分の言った言葉と行いが一致していることです。そして敬虔な人、敬虔な人の経験は清いっていう風に言い換えることができます。清い、それから自制心が求められます。自分の時間、食べ物、欲求、もろもろを管理できる人を言います。そして長老は、しっかり教えることができる人でなければなりません。反対者を正すことであります。まあ、6、8節においては家庭生活、個人の生活からの条件になっていることに注目してください。なぜなら教会ではですね、賜物や能力を中心に考えがちなんです。その人に与えられた能力を使ってもらいたいためにですね、教会の奉仕についてもらおうっていうことになることが多々ありますけれども、しかし奉仕の務めはですね、その人の経験さ、清さという土台があって初めて、できるものなんです。その上でその奉仕が当てがわれるものなんです。これをよく考えないといけないですね。能力があるから、財力があるから、いろんなこうこの世的な選び方をしてしまうと、その後混乱が起きていきます。学歴があるから、経済力があるから、社会的な地位があるから、まあいろんなことがありますけれども、教会でのこの働きっていうのはまた違います。経験さ、清さ、それがあって初めてできるものなんですね。そうじゃないと本当に奉仕していてもですね、人の目ばっかりが気になると思います。神のために奉仕するんだってことを忘れてしまうと思いますね。ですからクリスチャンでない方に奉仕を頼むっていうのも、ものすごくこれは考えないといけないことなんですね。そして、教会が健康的な教会になるためにはですね、この大きな大切な要素はリーダーが整えられるっていうことなんですね。リーダーが整えられる、まあある姉妹が弟子訓練をしてほしいってことをおっしゃいましたね。弟子訓練、イエス様の似姿に変えられていくこと、これが弟子訓練ですね。弟子訓練といえばですね、今日本で働いておられるジーン・ホール宣教師があちこちアジアに行っておられますけれども、この間もベトナムのこうお話が出てましたけれども、そこで何をされるかというと弟子訓練なんです。弟子訓練ですからですね、私たちもこの春にですね、ジーン宣教師が
LA に立ち寄られますので、一日を弟子訓練していただけたらと思って今お願いしております。まあ、一日何時間か分かりませんけれども、その弟子訓練の、まあ、予定を入れておきたいなと思ってます。はい、これがリーダーが整えられる、これが健康的な教会になるために大切なんです。まあ、テトスは教会形成をしていくわけなんですね。そのために今3つのことを言いましたね。長老を立てて、しっかりした教会づくりをする、教会の組織をしっかりしたものとする、すべての人は神の前に平等です、同じ立場にありますけれども、働きの役割は違います。教会は一つの体ですけれども、体を構成している器官はそれぞれ異なります。教会が健全に働くのは聖霊の一致が必要です。そしてそれぞれが自分の賜物を生かしていくことなんです。ある人は自分は何もできないっておっしゃいますけれども、神様は何もできない人はいないってことをご存知ですね。みんなそれぞれに賜物を与えておられるんですね。ですからそれを生かしていただきたいと思います。まあ、長老たちを整えること、これは隣人に親切をすることなど、本当にいくつもの標準が示されていますね。キリスト者の標準っていう、もう神学校に行ったら必ずこの一冊は読まなきゃいけないっていうものがあります。キリスト者の標準、標準的なクリスチャンってのはどういったクリスチャンでしょうか。これはすごいレベルが高いです。皆さんもお読みください。今この本は発行されてません、出てませんから、古いものを買うしかないのかな。私の時はそうでしたけれども、まあ、そういったキリスト者の標準、読んでいただきたいですけれども、本当に、標準に至るまでも本当に大変なステップがあります。そうですね。そしてまあ、このですね、テトスに書いてあるこのこういう人であらなあ、あってほしい、このいろんなことが載ってますけれども、これはテモテへの手紙にも同じ言葉が載っていますね。そういったところも、まあ、参照にしていただけたらと思います。このテトスへの手紙はテモテ第一と第二の間に書かれたものなんですね。ですから書かれていることがそうですね、重複していることもあるかもしれませんね。まあ本当に、この標準を満たさなければ長老とか監督になれないとすればですね、誰も教会のリーダーにはなれないのではないかと思います。すべてのクリスチャンは御国に入るまで成長の途上にあるからなんです。誰も完成した人はいません。与えられた務めを果たしながらですね、徐々に整えられるのではないでしょうか。そして、まあ、最後のこのテトスの務めは、すべての信徒が良い技に励むものとなるように励ますことだったんです。励ましっていうのは本当に大切ですね。良い技という語が何回も7回も出てくることが分かります。良い技に励むものとなるように励ますことが必要なんです。信仰的に成長し、社会にあって良い技をすることがキリストの証人であるとパウロは教えています。
これは私たちにとっても同じですね。私たちも社会にあって良い技をしていく、社会にとって有益な人となっていく、これがもう証そのものなんです。社会に本当に貢献していく、自分のできることをしていく、それが大切ですね。私たちが神と共に生きられるのは神によってあがなわれたからなんです。大切なことは共に歩いてくださる神を見つめていくことです。そこからずれないことです。世の中の方にばっかり行っているとですね、神を見つめることを忘れてしまいます。神の恵みを私たちに届けてくださるのは聖霊様です。聖霊であることを覚えていきましょう。ですから聖霊の満たしが必要になります。私たちに十字架の真理が分かったのは聖霊が働かれたからなんです。聖霊、神ご自身、主イエス様、この三位一体の神によって私たちは良い技をするものに変えていただけます。変えられないとなかなかできないですね。自分優先、自分のことばっかりになってては良い技には至りません。そして神からの証明ということもやはり、大切ですね。証明、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないのですって、これはマタイの22章14節に書いてありますけれどもですね、本当に選ばれる人っていうのは少ないんです。選ばれる人ってどういう人でしょうか。イエス・キリストを通して神との関係に入り、その霊的状態が変えられて、その耳が開かれた人のことです。神の声ってどんな声ですか。小さな細い、聞こえるか聞こえないかぐらいですよね。誰が我のために行くだろうかってイザヤ書にありますね。これは神様の声ですね。小さな細い声で主が絶えず問いかけておられるのが聞こえないといけないんですね。神が誰か一人を選び出して、さあお前が行くんだっていうふうには絶対に仰せになりません。イザヤは神の御臨在の中で証明の声を耳にしただけだったんです。一切の神からの強制はありませんでした。にもかかわらずイザヤは、私がここにいます、私を使わせてくださいと言わずにはおれなかったわけなんです。もし聖霊に導かれるままに神と向き合ったら、私たちにもイザヤが聞いた声にも似た主の声が聞こえてきます。そして一切の強制なしに私たちも言うことでしょう。ここに私がおります、私を使わせてくださいと。以前カナダのテンス教会のことを言ったことがあります。カナダのテンス教会、1000人だった礼拝者が100人まで落ち込んだ時に、このケン・シゲマツ先生に、そこへ行くようにという証明があったわけなんですね。悩み抜いてそこに行かれました。そして今は1000人以上じゃないですね、何万人もの教会になりました。新松先生はどうされましたか。語りましたね。新松先生ご自身が本当に霊的にならなければいけない、その霊的訓練を受けられたわけなんですね。修道所の
修道するその場所に行って、その修道士の生活を学んだりですね、霊的にどういうふうにしたら霊的になれるかを学ばれたわけなんですね。そして人数ではないことが分かります。教会は人数ではない。そこで最も大切なことは、私たちがどのような人になり、どのような飯が与えられているかを知ることです。このように賢重松先生はおっしゃってます。こうやって、重松先生は神の声を聞きながらですね、本当に不思議なことが起こっていくんですね。以前話しました、教会の近くにホームレスの人が寝泊まりしてた。長老の一人が自分の住まいの離れにそこに住むように勧めます。でもそのホームレスの人は、自分はこの教会がそばがいいって言ってそこ動きませんでした。そしてそこでとうとう、カナダは寒いですから、そこで凍死してしまいます。そのことを発端にホームレスへのこの施設として開放したり、食事をですね提供したりしていくことから始まっていくんですね。そのことを見ていた周りの人たちがもうどんどんその教会にやってきます。口コミでどんどん広がっていくんですね。やっぱりいいこと、良い技に励む教会っていうのは周りがほっとかないわけなんですね。まあそういったことで大きくなったっていうことを、私たちはもう一回、リマインドしてですね、これから教会がどうあるべきか、そういったことを考えていきたいと思います。天の父の神様、感謝いたします。あなたがテトスを通してくれて、人本当に、大変な民族性のある中でどのように再建していったか、秩序を整えていったかを私たちに教えてくださったことをありがとうございます。私たちも神の声を聞きながら本当にいい技に励んでいきたいと思います。細い声、小さな声を聞いていく、そういう霊的訓練を私たちもしていくことができますように、毎日のデボーションを欠かさずに神の前に静まる、そして心を養っていく時間を大切にしていけるように、どうぞそれぞれを励ましてください。朝早く起きてデボーションすることは大変ですけれども、それが私たちにとって一番大切であることを思います。どうぞこの1週間、新しく始まる1週間、新たな歩みができますようによろしくお願いいたします。この祈りを尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。小塚先生ありがとうございました。それでは引き続き賛美歌21の主は教会の元へとなりをご一緒に賛美いたしましょう。主は教会の元へとなり、御言葉をもってこれを清め、我
では献金の時をお持ちします。アッシャーの方ご奉仕をお願いいたします。ご一緒に賛美が、神の国と神の義をご一緒に賛美いたしましょう。お祈りいたします。神様感謝いたします。今日も、姉妹兄弟と共に教会に、集まり礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。今日の、リーダーとしての、素質に関して私たちは学ぶことができました。私たち一人一人がリーダーとして教会を、立てるために努力することができますように、まず聖霊の声を聞き、聖霊の教えに従い、心を清くすることができますよう導いてください。わずかなものを神様に捧げます。神の御国のために使ってください。主イエスキリストの名を通して祈りを捧げました。アメン。それでは引き続き唱詠賛美歌541番を賛美した後、大塚先生に祝祷をしていただきます。ご起立いただける方はどうぞご起立ください。今御前におられるお一人お一人の上に、そしてあなたを求めておられる大勢の方々の上に、主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが今も後も常しえまでもあらんことを